皆さんこんにちは。こんにちは。プロ野球 OB クラブ YouTube チャンネルセノンプレゼンツベースボールペディア、今回は、立浪さんと和田弁ちゃんに来ていただいて対談という形で、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。ざっくばらんに、はい、というところで、まず一発目の、テーマなんですけど、昭和平成令和と、まあ、打撃技術の進化というんですかね、この辺どうでしょう。あの 今さっきね、あのちょっと見たら、平成最後の、あ、平成じゃないわ、昭和最後の、新人王というところでね、88年の新人王立浪さん、だからまさに昭和平成令和と戦ってきてるっていうところですね、はい、自分たちがプロ野球に入った頃はもっと球種が少なかったですよね。まっすぐ、カーブ、スライダー、うん、で各球団に、ね、例えば太陽の遠藤さんがフォークボールがあったりっていうところと、最後自分がもう本当に辞める時は今楽天に帰ってきたマー君であったりね、うん、メジャーで活躍しているそのダルビッシュ投手であったり、ああそことやってるんだ。一番本当に全盛期ですよね、うん、もう経験してますし、まあ、随分変わりましたよね。変わったよね。でもただ一つ言えるのは、あのスポーツガン、あ、スピードガンが速くなりましたよね、うん、今のがね、うん、だから僕が入った時っていうのは140キロ後半のボールはそんなに簡単に前に飛ばなかったんですけど、今、うん、155とかでも簡単に今のバッター前に飛ばしますから、ちょっとその辺はね、いや、スピードガンはもう明らかに違うと思ったのが、今回沖縄にセルラーに取材に行った時に、あのバックネットのところに江川さん投げてるシーンずっと流してたんですよ、昔の。でスピードガンが江川さんのストレートに132キロだったんですよ。スピードガンが全然違うんですよね、うん、だから多分ガンの精度が違うんですよね、今設定のスピードが多分違うと思うんで、だからそれこそあの昔の人がね150キロなんか出なかったじゃないですか、うん、で今のガンだったらひょっとしたら150キロ出てるんじゃないかと思うんですけどね、うん、多分出川さんのまっすぐとかもう当たらなかったもんね、他のバッターの人、うん、そうね、うん、だからまあ映像見てるとねすごいホップしてるんで、うん、132キロねえだろうみたいな、ね、そう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 感じはありますけどね、どうなんでしょうね、うん、あれ本当昔の江川さんの映像なんか見たらもう本当にもうみんなバッ下振ってるもんね。そうですね、ホップするようなボールですよ ね、あれで132キロ、そうそう132とか5とかね、ないぐらいです。あれが本当にそのスピードだったのかって言ったらちょっと違うよ ね、 ますよね。まあ初速で今はねあれしてるんで、いろいろありますね。例えば広島市民球場左ピッチャースピードガン出ないとかね、うんうんうん、そういうことも言われましたしね。結局そのバッターが立った時のそのスピードの速さ感じる体感ですよね、うん、きっと、うん、150でも速く感じる人もいれば、うん、そんな感じない人も今いると思うので、うん、それは大きく違いますね。タイミングが合ってる時ってね、あのベンちゃんも話してたけどね、あの、あ、はいはい、そんな速く感じないけど、タイミング合ってない時ってもうバットなんか出せないもんね。あの調子悪い時のあの球が速く感じることってないですよね。めちゃめちゃ速く感じますよね。バットが重くなること、ね、重くなったり。そう考えると、しかし本当にあの今のだって下手したら高卒1年目の選手が一軍から来たあのなんちゃろ調整で来てファームの試合なんかちょっと投げたりする。あの時150何キロを平気で高卒1年目、まあ、出しますね。打っちゃうもんね。昔なんか考えられないもんね。しまいにフォークボール見逃したりね、追い込まれてるのに。もうそういう意味でも、まあ、ピッチャーのボールもすごい速くなってるけど、バッターの技術っていうかな、上がってますよね。上がってるよね。今あのカットボールとか動くボールっていうのがね、どん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 出てきてますから、ね、それこそ坂本選手とかがインコースをこうヘッド縦にこう落とすとか、ね、そんなこと考えたことない。考えたことないですね。その打ち分けられないですここがこうだからってなかなか難しいですよね。そうすごいなと思います。本当にもう本当に技術が上がってるって思うわ、バッターの。例のあれですよね、なんかいっぱい技術論がありすぎて、うん、何が正しいのかもなんかだんだん僕らも
あれ今まで自分たちが言ってたことってこれ間違ってたかな、ちょっとたまに思うことありますよね。ダウンスイングとか、ね、ダウンスイングはダメだみたいなこと言いますけど。あの興味あるのはベンチャーでこうプロ入った時キャッチャーじゃないですか、うん、でまあ、あのちらっと話は聞いたことあるんですけど、一番そのプロ入って、はい、最初そんな打てなかったでしょ。全然打てなかったです。でなんでここまで打てるようになったの。うん、確かに聞きたい。練習した、もちろん練習しました、うん、けども打ち方を全く、まあちょっと変な言い方かもしれないですけど、普通バッティング練習で遠くに飛ばしたいじゃないですか、うん、で芯で気持ちよくカン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 したいじゃないですか。それを全くやめました、うん、要するに同じポイントでとにかく必死に、もう要するに金森さんの理論っていうのが、うん、僕は金森さんに師匠なんですけど、うん、要するにこう構えた時にもう要するに何でしょう、体のここで打てって言うんですよね。要するに実際ポイントってちょっと前になるじゃないですか、うん、だけど金森さんはここが力入るからここでずっと言われて打ったんですけど、ここで、うん、ここで打ったんですけど、えそこで打ってたの、ここで練習したんです、うん、もうとことん、うん、で行って痛かったでしょ、もう手がパンパンになりました、うん、で毎日毎日こんな手がパンパンになりながら打ったんですけど、ボールなんかもうボコボコッとしか飛ばないじゃないですか、うん、他の人にも見せられましたお前もう好きなことやっとけみたいなでもうだから金森さんと二人三脚でずっと同じことを、それでいいそれでいいって言われてて、うん、意味も分からず、でそれをやっていったらなんとなく普通に打ってたらつまるんですよ、ね、うん、だからそのうちにだん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 こうなんて言うんでしょう、グリップをうまくこう出していってとか、こうやんないと手が痛いなとか、うん、あこれこうやって打ったらちょっと飛ぶなとか、そこを基本にしていろいろこう細工していったら、なんか試合になったら打てる、あれなんか打てるなみたいなそれだけ、それだけですそこは自分で考えたんだ。じゃあここで打つためには、あそうですね、どうしたらいいんだとか、うん、その部分は金森さんとは話、あだけどまあまあそういうふうにやりながら、いいぞ悪いぞっていうような感じで、わけも分からずそのままずっとやるつもりで全く飛ばなかったです。ひどかったですバッティングですよ。でも ベンチャーのバッティングって当時からちょっと変わってたもんね。あ、まあ、ちょっとノーマルではないですね。でもね、あのドラゴンズ来たでしょ、うん、最終的に一緒にやったんですけど、うん、まあ、自分その頃代打やってて、まあ、ベンチで見ることが多かったんですけども、一回笑えたのがあの低めのボールをカーってこう打ったんですね、うん、で打って自分でボールがどこ飛んでるか分からずにこう探しながら走っていった見た時はね、こんなバッターいるのかなってね結構ありますね。ないですか、まあ、正面も入るけどね、はい、ちょっとゴミ上げた時のこの照明が入ることあるけど、ないですか経験、何もあんまないですか打ったボールを自分で走りながら探してるというね、うん、すごいバッターだな。えそれはなんでなんだろう、打ったポイントが見えてないですね、詰まりすぎて、あで打ってあれどここの当たるとか見えたらどこ行ったんですかないかな、ないですか、山本さんないですね、ない、多分あんまりない。あ本当ですか、メジャーだけだよ、それ僕だけか。例えばそれでホームランもあるわけ、そのそれはないですね、それでホームラン差し込まれて大体どっからフライ上がってるんですよね、うんうん、だそれがフェアフライなのかファウルフライなのか分かんなくて、たまにおおみたいな時があって、いやもうベンちゃんのバッティングだけは多分俺とまるっきり違うんだろうなと俺見てたわ。ほんでなんでこんな打ち方で、こんな打ち方ってなんか失礼だけど、なんであの打ち方であの飛ぶのがね、ね、宇宙間とかね、宇宙間とかベラボーに飛んでたよね。あのボン出した時とかもう体が開きまくってそうそうそういう風にしか見えなかったよね来た、まあ、基本的に来たボールに食らいつくタイプでしたもんね。でもね、あと一つびっくりしたのは、普通バッターで右バッターだったらこう前サイドってこう左サイドに壁でしょ、うんうんうん、後ろのここに壁を作るっていう表現をしたんですよ、それはちょっとさすがにちょっと説明して理解できなかったんだけど、いまだに後ろに壁を作る、後ろに壁を作る、壁というよりは要するにここを中心に回るという、回っていくイメージは、イメージですよね、まあ、実際は多分回転すると体重は絶対左側にこうちょっとは流れるじゃないですか、うん、
だけどそのぐらいのイメージで前に行かない。試合になるとどうしてもこう前に行くじゃないですか、打ちたくて。あ、それぐらい前に出ないように、前に出ないようにっていうイメージですね。でやっとちょうどいいぐらい、僕の場合は、私も打ちたい打ちたいが先行するんで、よく立浪さんに、えちゃんちょっとチャンスの時はちょっと一歩引けよっていつも言われました。何でも食らいついていくから大事なところいつもゲッツーってね。ちょっと一歩引けっていつも言われてましたけど、ね、いやいやいや、でもすごいバッターでしたよ、ね、本当に。もういなかったよね、ベンちゃんみたいな打ち方してるの。でもね、あのちゃんとこういい当たりした時は体ってこう開いてるように見えるじゃないですか、うんうん、ちゃんとこうやってバッとこっちに返ってくるんですよ、ね、どっかにやっぱちゃんと壁あるんですよ。ね、あれってやっぱり立浪さんは絶対に振ったらパッとこうやって戻ったじゃないですか、うんうん、あれってやっぱこっちの壁の意識があるからこうやって戻るんですか。どうも、だからキャンプで、はい、その今回も臨時コーチ行ったけど、はいはいはい、例えばこの左バッターだったらこの脇腹、右脇腹、はい、はバッティングそんだけ打てて張るって張りませんよね、うん、あ、脇腹が張らない、はいはいはい、キャンプの時に必ず打ち出し、ね、そんなめちゃくちゃ量打ってるわけじゃないけども、はいはいはい、絶対必ずここが張った。あ、だから絶対僕は立浪さんの中でやっぱり右投げ左打ちってやっぱちょっと打球が飛ばないとかいろいろあるじゃないですか、でなんでこういう風になってるのかなっていうのをずっと見てた時に、僕はなんていうんだろう、いやもう必ず振るとこっちに戻ってくるんですよ、立浪さんは、うん、だけどこうやって打ってるのっていないですよね、実際プロ野球選手で打ち終わって必ずこっちに戻ってくる。なんかみんな振ったら、巨人の清水選手とか、あ、ちょっと清水高之、どっちかやったらこうちょっと戻る、ああ、うんうんうん、ね、確かにね、うん、で、あとは実際立浪さんの僕ずっと見てた時に崩れたことを見たことないですよ。要するに代打で行って、例えば左だって辰巳さん代打行ったら大体左ピッチャーが来るじゃないですか、ピッチャー交代って言って左で大体左とかだって外のスライダーとかってやっぱここちょっと泳いだりとか絶対あるじゃないですか、普通のバッターって。だけどその姿を一回見たことないですよ。一回もないの。一回もないすごいね。泳いでこうとかないですよね。だから僕いつもすごいと思ってたのがジャイアンツにいた山口いるじゃないですか、うん、で辰巳さんとかって絶対あいつも当たってたじゃないですか、崩れてスイングしたの見たことないですよ。あれどういった感覚なんですか。僕なんかは逆に崩れまくって打つタイプじゃないですか。崩れても飛ばすタイプだよね、ほんで。もうだけど立浪さん絶対ここが崩らないですよ。あれはやっぱり普通じゃないですよ。一番大事にしてるってね、さっきも。やっぱあそうだよ、ね、話して崩れないっていうのが。やっぱりボールはホームベースの上通ってくるから、あやっぱこうやってちゃんと待ってくる。待ってくる。こうやったらダメ。僕なんか最もダメな感じ。いやでもベンチャーとか動いてるけどポンと当てることがあったんですよね、うん、本当に分からなかったわ。いや だからそうか。いやでもね、やっぱり崩れながら打てるっていうのは最終的にはこう崩れた形ですけど、こうステップした足とこうの距離があるんですね、うん、ベンチャーは、うん、だから泳いでもパッてこう、うん、出せるだけの力もあったし、うん、だから打てる。そういうことですね。本当崩れたんだ。そういうことですね。待ってられたんですね。俺はもう逆に行くタイプだったんで、我慢しなきゃ、我慢しなきゃと。一回現役時代にバッティングコーチとかね、あんまりそう教わったとかそういうこともなかったんですけど、ちょっと体が悪くてこう整体してもらう先生に、うん、お前ボールはホームベースの上通るのに何を自分からそんな追っかけて打つんだって言われた時に。あ、なるほどと思って、だからちょっと待ってたんですよね。そしたらそのアクリルの試合で4本ヒット打ったんですよ。師匠じゃん。正体の先生。これだと思う。そうか。でもそれ大事だよね。そうですね。で、やっぱり聞く立浪さん、ここをどうなんですか。ちょっと止めるイメージがあるからこうやって走るってことですか。ここに壁ってことは。消しゴムがねじれる状態。あ、はいはいはい、はい。上と下がこうね入れるからパチッと、だからやっぱ体にそのベンちゃんみたいに力がなかった、中根さんとかみたいに力がなかったんで、こうある程度走らず相手のボールを利用してパチッと打たないとボールを強く打てなかったんで、まあそういう形になったのかなと思います。
ねじりをこの体で作ってたんですね。だから何回か脇腹肉離れしたんですね。脇腹の肉離れきついよね。きついですね。調子いい時にやっぱり肉離れ。そうそうそう、俺も3回ぐらいやってた。やってますか。うん、中目さんも壁が壁が誰が俺は体が弱かっただけ